じゃあちょっと一人増えます。かけちゃお。こんばんは。こんばんは。自己紹介だけお願いしていいですか。小野賢章です。シャス、やりましょうよ。お疲れ様です。どうすか、ガエンボ。え、ガエンボやってます。やってますよ。やりましょうよ、やりましょうよ。じゃあ緊張するな。いや、こっちですよ、緊張するのは。かなかな、めっちゃ見てるでしょ。いや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 、お邪魔します、すいません。いいですよ、気楽にやりましょう、気楽に。よし、やるぞ。もう開幕マヒロ出てるもんな。なかなかないですよ、この光景。なかなかないでしょ。もうマヒロ一択だから最近。どうしようかな、月面基地。僕エクシア結構強くて好きなんですよね。あーね、何でもできる印象がある。うん、いやでもやっぱ、ね、バルバトスとかもね、うんうん、あんまり俺には扱えなかった。あのちょっとややこしいですよね、自分も動くから。うん、そう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 、追えなくなっちゃうんだよね、期待を。僕もたまに分かんなくなります、やってて。でもあー、これ右だ、右から来るやつだ。もう28リバでもマジで結構やってますよね。いやもうほんとね、友達いないから一人でやってる。誘ってください。いやだから嬉しいのよ、友達とやれて。あ、確かに。でも僕も実はガエンボほとんど一人でやってます。あんまり、うん、なんかやってる人がいなくて、周りに。画面も忙しいですよね、プレイ画面も。忙しいのよ、そう。喋れなくて。で、この間さ、はいはい、信長くん誘っといた。あ、近い日に。うん、やろうって言って。結構多いっすか、ガンダム好きな方。いや、もうガンダムはもう、みんな好きだよ。まあ、やっぱそうっすよね。声優はもうやっぱガンダム出たいっていうのが一つの夢だからね。この前23時のライブでやった時は誰もほとんどガンダムを知らない感じだったんですよね。僕も実はね、知らなくて。そうだよね、俺もやるまではやっぱ通ってこなかったから。見たらすごい面白いんだけどね。いろんなシリーズあるからさ、聞いてるとマジで面白そう。うん、なかなかイデア取れないですね、相手が硬くて。やだやだ。あっ。あ、いいキャラしてもらってる。あ、ありがとうございます。すいません、すいません。まだ終わってないですからね、まだ終わってない。やばい、助けてマヒロの情けない声が聞こえる。通話越しに、うん、これハサウェイじゃないんで、マヒロの。あ、確かに確かにね。ガンダムのシリーズは見るならどこからがおすすめですか、ちなみに。あ、でもね、俺はね、うん、オルフェンズめちゃめちゃ面白かった。あ、バルバトス好きで、うん、オルフェンズをぜひ絶対見た方がいいよ。じゃあちょっと見てみようかな、うん、まだ見てないんですよ、うんうん、あの本当バラエティで見る範囲しか知らないんですよ、うんうん、ちょっとなんか楽しみです。あ、まあ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 、一旦ね、一旦ね、一旦ですよ。スキャンします。エーペックスみたいなの撮る。やばい。なんだこのスタン。もう絆がね、みんなのね、これでしか生きていけないみたいな、そういうことでしかみたいな感じがね、また切ないのよ。そういう感じなんだ、鉄血って。あんま言わない方がいい。あ、でもいいっすですよ。なんかあの、僕もう死ぬほどネタバレされてるんで。もう多分無敵っす、一応今は。僕自身がネタバレそんなに嫌な人じゃないんですよね、しかも。あ、なるほどね。それでも楽しめるタイプだ。そうそうそう、あっても面白いし、なくても面白い。入れ、ナイス。マヒロが、マヒロじゃない、タイだこれ。いいよ、よしよしよし。でも入ってる入ってる。もうちょい、ナイス。やばいかも、耐えて、死んじゃうかも。ケショさん待って。あ、死んじゃった。あ、でも取ってる取ってる取ってる、狙わないです。あ、ナイス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 。いやでもこのルールマヒロ強そうだな、うん、取ったんじゃないですか。まだ一人入ってる、ザクだ、ザクが入ってる。くそ、よし死ねよ、待っ
今度こそ今度こそよしナイスナイスこれでオーバータイム。いいやばい、期待性能が違いすぎるやついるよし、あ、取られてる、なんかすぐ取り返せそう。あ、これマジで味方上手くなってる。慣れたか、味方が。これ味方慣れてきてるっす。はい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 、これマジでいい感じっすよ、僕ら。いけるいける。あ、やばい、上了解。やばい、決勝だ。やばい、やばい。あ、起きた起きた。シェフォー兵士もいます。よし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 、ありがとうありがとう。よしよし、守ってます守ってますよ。相手に気持ちが、ありがとう。なんだザク起きろ。家から来ない。家に来ない。あれこれは、うやおー、はい、いけるじゃないですか。よしよしよし、いけるいける。まず一勝と。今日あれっすか、初めてですかやるの。今日初めて。じゃああれっすね、多分ランクがもうシルバーに固定されて。あ、そっか。そうなんです、そうなんです。なんか今日のアップデで全員シルバー4になったんですよ、一回。あ、なるほどね。上がニュータイプってこと分かってるんですけど。何、一番上のランクがニュータイプ。ニュータイプ、そうなんです。上位500人だかなんだかが確かニュータイプになるんです。エリートとかもあった気がする。へえ、ニュータイプか。ニュータイプではありたいよね。ニュータイプって言いたいっすよね。ランク何、え、ニュータイプだよ。ニュータイプだ。ゴールド、プラチナ、ダイヤ、マスター、ニュータイプらしいです。うわー、先は長いね。あとさ、なんか新しい新シリーズがまた始まったからさ、はい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 、これも見なきゃなと思ってるんだよね。水星の魔女ってやつが、あー、なんか言ってた、ちょうど今始まるからおすすめだよって。そう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 。しかもね、なんか女性キャラなんだよね。あ、そうか、なんか初の女性主人公みたいなの言ってたな。僕正直画面もこんなにクオリティ高いと思わなくて。いや、めちゃおもろいよね。そう、なんかさ、このなんか雑に打てる感じも好きなんだよね、割と。結構なんか遊びやすいっすよね。うん、遊びやすい、すごい。し、なんかこうやっぱ新規のゲームで、しかもガンダムってみんな知ってるから言っても、うん、なんか楽しみやすいというか。うん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 。しかもこれでね、またガンダム興味持って見る人が増えたらいいなと思うしね。うん、ガンダム僕もそうなんですけど、結構長いじゃないですか、うん、歴史が。うんうんうん、それゆえになんか見なかったところあるんですよ、結構。うん、いや、もう見る数がだってもうえげつないもんね。プラモデル買おうかなって思ってますもん、バルバトスの。いや、でもこれさ、その配信者的目線でさ、うんうんうん、見てさ、はいはいはい、そのバランスとかどうなの。あ、でもだいぶなんか強い期待はやっぱあるんですけど、うんうん、でもなんかなんだろうな、他のゲームがやって結構尖ってるから、他のその全体的に性能がおのおの、うんうん、だからなんかもうバランスとかじゃない感じはあるっすね。あ、なるほどね。こいつどうしようもねとか、こいつ強すぎて止まらんみたいなやつはあんまり、うん、ザク2とか。ああ。でもだいぶいい方だと思うんですよ、バランス。なんか全員尖りすぎててバランス取れてるみたいな。うんうんうん。戦っちゃう？もしかして。これありますよ。ちょっと前目に出ちゃっても、やる気見せちゃっても、やる気見せちゃっても、うわ死んじゃった。いや、これあるんじゃないですか。ある、あと20秒。でも絶対死んだ、絶対死んだもんね。あ、でも入ってきた敵、やばい。まだ入ってきてる、ユニコーンが入ってきてる。やばい、エクストラタイム、やばい。なんかアシマンも入ってきた。サザビが入ってきます、これ。オーケー。いや、サザビは僕がやろう。ナイスナイス、まだ入ってきてる。ナイス。でもこれもこんなぐちゃぐちゃな入り方じゃ、あえてもう時間の問題ですよ。
はいはいはい、ナイスナイス、いや勝てるっすよ。